要は、そのアイドルが誰かとパコったっていうのを話をそらしたわけだ。あの時俺ね、やっぱ秋元って天才だなって思った。いや、秋元天才でしょ。要は本題をそらしたんだよ、大きく。要は炎上を炎上で消すっていうね、新しい手法だったんだよね。さすがね、アイドルメーカーなだけあるよ。炎上っつって、ああ、他の炎上させればいいんだよ、つって。言う丸坊主にしちゃいなよ、つって。大丈夫だよ、つって。天才。天才ですよ。論点ずらしだよね、完全にね。あれはね、アイドルをね、寿命を伸ばしたよ。俺結構ね、そういうところは秋元やっぱ頭いいなと思ってる。あと、おにゃんこクラブの時とやってるマーケティングが全く一緒っていうのがすごいよね。アウターってなんだろう、マツさんいらっしゃい。あれどこだここ。全然わかんなくなってきた。ここどこだ？今ここ。大塚駅まですぐだな。今ここだ。上着のことを言うの。革ジャンっすね。ありがとうございます。ふわっち界のファッションリーダーです。上着のことアウターっていう？俺、アウターっていう言葉聞いたことないけど。そのアウターどこで買ったのって、俺、成田では絶対言わないよ。言うの？俺、アウターとか言われたら、なんかもう、何気取ってんのって笑っちゃうんだけど。アウターだってってなるよ。成田だとバカにされるよ。うわ、アウターだって。インナーとか言わない。肌着。肌着。インナーだってって言われるよ。バカにされる。次の日から学校来れなくなるよ。次の日からあだ名アウターになるよ。いや、成田基準で生きてるからね。いや、肌着って言うでしょ。ああ、なんか道が開けてきたな。大塚駅近いか。国際都市成田育ちだからね。国際都市だよ。国際都市。肌着って言うよね。インナーなんて言わないよ。寒い。どこだここ。どこだ？どこだろう。いやー、わかんなくなった。どうしよう。どこだ？左か？右側が首都高でしょ？新大塚駅、春日通り。どこだ？こっちの方っぽいな。革ジャンの下の肌着なの？じゃあこれ T シャツ。T シャツ。で、靴のことズックって言うから、成田では。おめえのグッズ、ズックかっけえなって。そのズックどこで買ったの？いや、見失ったな。どこだろう。駅スルーしちゃった、俺。もしかして。大塚駅が、あー、しいて。こっから地獄だぞ。いや、成田はみんなズックって言うから。お前のズック、ドクター・マーチンじゃん。ズボンって言うよ。そのズボンどこで買ったの？そのズボンかっけえな。あ、大塚駅見えた。南口、北口。はあ、はあはあ、いけるな。はあ、いけるいける。あ、よろしくお願いします。てるっちさん。よろしくっす。大塚駅もうすぐだね。おー、つくつく。大塚来るぞ、これ。大塚は、大塚駅はどっちだ？大塚駅。大塚、大塚。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。向こうだって、優しい人多いよ。日本人は。いいね。あったかいね。うん。いや、今教えてくれた向こうだよーって。なんか優しそうなおっちゃんに。あったけえなー。膝が痛え。優しいよねー。なかなかないよ、これ。関西だったらしばかれてるからね。うん、東京ならではの光景ですよ。向こうだよって教えてくれるの。関西だとなんやって言われてるよ。なんや、なんや、なんやって言われてる。もう、喧嘩になってますよ。大阪国だったら。よいしょ。おー、見えた見えた。うん。ソマリアより大阪の方が治安悪いって言われてるからね。スタンプあるかな？これさ、なんか駅とかの都合でスタンプありませんってなったら俺ブチ切れていい？スタンプ今日やってないんすよってなったらブチ切れていい。ごねていい。ごねまくるよ。そろそろトイレ行きてえな。すげえな。明けおめえ、まやちゃん。ことよろ。おー、見えた見えた。はい、大塚駅でーす。大塚駅到着でーす。5駅目でーす。イェーイ。いいね。ちょっとパチンコ屋でタバコ吸ってこ。着いた。一番距離なかった。大塚と池袋の距離が一番あったよね。うん。大塚と池袋が一番距離あった気がする。入り組んでたし。ていうか池袋のロスがでかかったね。今4つ目です。ここに大塚駅が入るから。新宿で終わるっていうのはなかなかいいね。新宿で終わるのはありだな。ラスト何時だろうね。だって5駅でもう何時間かかってる ?3 時間ぐらいかかってる。何時スタートだっけ ?9 時15分スタートだから、2時間半かかってるからね。ってことは、1駅30分ペースだ。1駅30分ペースだね、大体。そう考えるとさ、170円で2駅とか移動できんのありがてえよな。うん。江戸時代の頃に比べたらさ、交通、いや、飛脚の気持ちだから、飛脚の気持ち。いやー、文明ってありがてえな。え、これやればよかったな。うん。これリベンジっていうかね、2回目でやるなんで2周も回んないといけないんだよ。ドラゴンボールスタンプラリーもやるねえ。じゃあ、大塚駅スタンプ押します。大塚駅。大塚。やるのやるのマジで言ってんの？これなんだろう、ドラゴンボールのスタンプが出るのかな、どういうことなんだろう。はい、キャプチャーです。はい、皆さんキャプってください。5駅目クリアです。キャプチャーお願いします。5駅目クリアです。大塚駅です。キャプってください。キャプって拡散してください。大塚駅クリアです。キャプったみんなキャプった、うん、右方向、はいよ。ナビありがとうございます。じゃあ右方向行きます。クリアです。次は何駅だっけ。次の駅見んの忘れた。え、山手線以外も回んの超ハードでしょマジでドラゴンボールスタンプラリーきついじゃん。じゃあ、南口出ます。巣鴨か。次巣鴨です。頑張りましょう。気合い入れてきましょう。巣鴨駅に向かいます。帰ってきたのって逆の出口は北口だよ。ん、北口に行くの、逆の出口行くの、北口栄えてる方行くの、反対側。あ、そうなんだ。左。 OKOK もう足が棒ですよ、すでに。亀尾さんいらっしゃい。ドラゴンボールきついね。アクティブ100超えありがとうございます。同時閲覧100超えました。ありがとう。頑張りましょう。じゃあ行くよ。今大塚駅の北口にいます。大塚駅の北口です。じゃあスタートします。線路沿い歩くよ。出たら右。 OK。 大塚です。今大塚です。次は巣鴨ですね。頑張ります。足がもうすでに棒ですよ。ていうか、よくよく考えるとすげえな。俺、新宿から今あれか、大塚まで来たのか。この時代に歩いて旅するっていうのもなかなかいいですな。どこ歩きゃいいんだろうな。こっち側かな。七草がゆか。頑張るよ。タフっていうかもう精神力だけでやっていかないといけないのが配信者だから。渡って左折、OK。頑張るよ、小田井さん。日本一周っていうかもう、俺はもう今すぐ辞めたいっていうのと戦ってるよね。今すぐもう帰って寝たいっていう。帰って家でだらだら雑談したいっていう気持ちだよ。本音を言うと。でもやるんだよ。そう。こんなことやって何になるんだ？無駄に見えるだろ。でもやるんだよ。上に巣鴨警察の看板？あった。巣鴨警察の交差点にいるけど、これまっすぐ行っていいのかな？あるよ。これまっすぐ行けばいいんだ。ありがとう。すげえな。右折？こっち側行くの？こっち側が右折の方角なんだけど、そこに山手線入ってんの？それを潜るって感じ？こっち側行くの？こっち側でいいの？今山手通ってるけど。右折か。こっち行くんだ。そしたら逆側、さっきの南口出ればよかったんじゃないの？こっち側でいいの？ごめん。巣鴨警察署へ向かう？巣鴨警察署？こっちってこと？左ってこと？どういうこと？巣鴨警察署へ向かうってことはこっちでいいのかな？こっち行くよ。じゃあ。こっち行くよ。あった。巣鴨警察署。うわ、うまそう。北大塚ラーメン並んでる。超いい匂いする。絶対ここうめえわ。超いい匂い。あ、今度来よう。並んでるわ。激ゴミ。すごい北大塚ラーメン。いいね。絶対うまいわ、あそこ。何系なんだろう。北大塚ラーメンでちょっと検索して。並んでる。絶対あそこうまい。超いい匂いしたもん。あれ多分、あれでしょ。うまい店でしょ。ガテン系の人が並んでる店はうまいよ。並んでるね。だって、この土曜の昼時に並んでるってことは平日もっと並ぶでしょ。ガード見えるから、手前の細い路地を左折。OK。よし。今ね、警察署前ですね。目の前。で、少し行くと突き当たるとガードが見える。手前の細い路地を左折ね。OK。ラーメン食べて、電車で帰って家に寝るのが最高。そうだな。方面食いてえな。休憩中、ですね、まだ5駅しか進んでなくて、新宿から、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚まで来ました。で、次、巣鴨ですね。巣鴨です、次。ウリプさん、ありがとうね。休憩まで来てくれて。ガード。ガードってなんだ？まだ先かな？ガードってなんだろう。今、後ろが警察。これ、あれだな、後半戦足引きずる系だな、これ。あれ？大丈夫か、これ。これもう山手線のトンネルくぐっちゃうけど。目の前に。ってことはこっちってこと？これかな？違うか。もう一個先の方だ。もう一個先の方だ。ここに電車が走ってるから、これを左だ。すげえ細いけどいいのかな？これだ。合ってるわ。ありがとうございます。すげえ細い道だね。北大塚ラーメン、辛口醤油ラーメン。そういう系の味っぽいね、多分。超いい匂いした。あれは絶対うまいラーメン屋。匂いでわかるじゃん。うまいラーメン屋。うまそうだよね。もう少し行くと線路と並行。ありがとうございます。パソコンが地味に重い。今ね、おっくんさんね、今ね、巣鴨に向かってるとこですね。大塚と巣鴨の間で、巣鴨に向かってます。こんにちは、ズミちゃんハートありがとう。バカプレゼントありがとうございます。いや、これ小さいやつだね。何インチだろう。青さん、明けましておめでとう。うん。今年もよろしく、ハートありがとう。何インチなんだろう。お、ゴルフの打ちっぱだ。これですか。膝痛い。こんな近いの？嘘、もう駅？あ、じゃあもうこの辺巣鴨なんだ。だからちょっとおばあちゃん多いんだね。いいね。この辺住みやすそうだわ、静かで。近いんだ、大塚から巣鴨は。ああ、よかった。次が駒込か。いいね。駅の間隔が短いとありがてえわ。嬉しいなぁ。池袋から大塚がめちゃめちゃ遠かったからな。入り組んでたし。大変だった。あ、近所なんですか？ありがとうね。だから詳しかったんだ。うん。頑張りますよ。まだつい。だんだん暑くなってきたな。太陽が。川ちゃん、前開けよう。あったかくなってきた。こんにちは、いらっしゃい。楽しんでってください。山手線を一周してます。駒込も近い。あ、そう。いいね。駒込近いんだ。助かるわ。近い方がありがたい。近い方がいいね。うん、だいぶ暖かくなってきて、風が止んできたね。おー、見えた見えた、来たー !6 駅目。来たよみんな。着々と進んでるよ。6駅目の巣鴨に着きました。いやーよかった。意外と近かった。よかった。なんだろう、巣鴨めちゃめちゃ人いるんだけど、なんだこれ。なんで人だかりできてんだ。リア凸かな。めちゃめちゃ人いるんだけど。なんで巣鴨に人いるの？すごい量の人いるんだけど。巣鴨ってこんな感じなんだ。巣鴨イメージと全然違うんだけど。大塚より栄えてるじゃん。俺巣鴨ってど田舎だと思ってたわ。あ、こういう感じなんだ巣鴨って。いいじゃん、商店街あって。巣鴨いいね。パチでいらっしゃい。またついバーガープレゼントありがとう。来たね。あ、なんかデモやってるんだ。巣鴨周辺は東京ドーム、東大、日本橋。なるほどなるほどなるほど。ハートプレゼントありがとう。下町じゃなかったね、全然。すごい栄えてるね。あったあった、スタンプあった。スタンプ発見です。スタンプありました。巣鴨駅のスタンプ発見しました。スタンプです。巣鴨駅ゲットだぜ。よし、よかった。東京って夏目漱石の三四郎的価値観が根底あるのってわかる。読んでねえな。じゃあ6個目のスタンプを押させていただきます。いやー、よかったよかった。着々と進んでますね。巣鴨商店街ってもっと寂れてる感じかなと思ってたら全然違うんだね。思ってたより全然栄えてるよ。ドラマか。はい、巣鴨駅です。はい、巣鴨駅6駅クリアしました。6駅クリアしました。ありがとうございます。次の駅はね、巣鴨から駒込に行こうと思います。駒込に向かいます。どうも。どうやって行けばいいんだろう。駒込さん行くよ。頑張ります。どうすればいいんだ。天気めっちゃええわ。よし、線路沿い歩こう。改札を背に右手。あ、こっちでいいんじゃね。違うのかな。おい、パフェありがとう。こっちじゃダメなのかな。こっちじゃダメ。これ、ここまっすぐ行けば行けるっしょ。ここまっすぐ行けば。おい、ポンちゃんいらっしゃい。ここまっすぐ行っちゃうよ、もう。次は駒込か。駒込って何がある駅だろう。巣鴨は商店街が有名だよね。ただ280円の弁当は食ってみたかったな。280円の弁当は。見て楽しいんだ。いや、もうリスナーがね、やっぱ楽しいのが正義だからね、俺にとっては。みんながね、楽しいと思ってくれるんなら何でもやりたいよ。うん。六義園っていうのがある。六義園ってなんだろう。安い。すげえ、なんか大学かな、これ。なんかフットサルやってる？サッカーだ、これ。へぇ。大学かな。楽しい？陸技園ってなんだろう。なんかすごいサッカー、でっかいコートがあってサッカーやってるね。おばあちゃんの原宿と思ってたら、まあ勘違い。全然違ったイメージが。うん。すごい、住みやすそうないい街だったね。やっぱね、こう、歩くのは大丈夫だよ。歩くのは楽しいね。やっぱ土地に愛着が湧くよね。リアル、その情報で知ってることと目で見たことは全然違うよ。全然違う。思い込みの激しさ。人間のね。花火プレゼントありがとうございます。花火ありがとうございます。はあ、ハッチさんから花火いただきました。膝がやばい、膝が。でもね、伸ばした方がいいんだよ。たまにストレッチ入れた方がいいから。うん。いいんだよ。運動した方がいいんだよ。そうだね。3月ぐらいからっすよね。暖かくなるのは。2月は寒いよね。あ、全然全然。ガンガン花火ください。ガンガン応援してください。アイテム大歓迎です。今日はね、ダンベル持てないからね。久々、太ももを鍛えようっていう。ハッチは何？今日仕事休み？ハッチは今日仕事休み？これすごい時間かかるな。ありがとうございます。昼休みだ。そっかそっか。多分ね、仕事終わる頃夕方ぐらいでしょ？ハッチ。仕事終わる頃には結構いい感じに進んでると思うよ。花火ありがとうございました。学生時代山手線の中に住んでる人いたけどすごいなと思った。山手線の中に住んでる。どういうことだろう。山手線の中に住んでる。線路の中に住んでるってこと？線路、山手線の中。ああ、すごいか？誰でも住めるっちゃ住めるけど。俺はなんか23区に住んでたらシティボーイって感じするけどな。成田からすると。東京まだ片道結構あるからさ。新宿まで1時間半ぐらいかかるもんね。バガープレゼントありがとう。バガーありがとう。バカプレゼントありがとうございます。23区はステータスなんだ。ねえ、もう新宿嫌いだわ、俺。早く新宿から引っ越したいね。田舎の方がいい。モンタンに充電お願いしないとな。新宿住みづらいよ、うん、物価高いしやばいな。今3時間ぐらいちょうど歩いてるけど、3時間歩きっぱで足が棒で、俺3時間ぐらいで俺半分行くと思ってたわ。なめてたわ。お疲れ様です、ドラゴンさん。コンセント必要だね。やばいな、ちょっと。計算違いだな。全然足りない電池。思ってたよりも全然かかるわ。なんかぶっちゃけ6時間、7時間ぐらいでいけるっしょぐらいに考えてた。足痛い。後半引きずるぞ、これ。だから昔のさ、江戸時代の人とかすごいよね。ドラゴンさん、花火ありがとう。ちょっと待ってね。外配信だから、どこがいいかな。パソコン置ける場所探すね。どうしよう。ちょっと待って。もうちょい待って。あそこにしよう。次の駅でコンセント探す？でもタイムロスがもったいないから今日中に終わらなくなっちゃうから、そこら辺に着くか。ドラゴンさん、花火ありがとうございます。ありがとう。心臓ね、170ぐらいかな。171あるかないかぐらい。広角レンズはつけてるっていうかね、ウェブカメラだから広角、あーもうついた、早い。駒込つきました。広角レンズですよ。おー、近いね、いいね。いいな、これくらいの感覚いいな。池袋、大塚がきつすぎたんだよ。うん、ああ、いい感じ、いい感じ。駒込近い。いいね。駒込の方が巣鴨っぽいな、俺のイメージ。この、駒込駅の感じの方が巣鴨のイメージに近い。いい感じだね、ペース的に。本当に。よーし。ああ。頑張れ、膝。ああ。頑張れ、頑張れ。はあ、山手線歩く場所じゃないね、これ。うわー、かわいい。ポストがピンクなんだけど。すすごいね。ポストがピンク。ほら。へぇ、駒込ってピンクなんだ。なんでだろう。誰かわかる人いる？これ初めて見たんだけど、ポストがピンクなの。すごいね。かわいいね。あ、昼休憩終わり。仕事ありがとうございます。休憩中に見に来てくれて。あざっす。花火もありがとう、ドラゴンさん。頑張ります。スタンプ。スタンプどこだ？スタンプ、スタンプ。桜の街だからなんだ。ねえ、初めて見た。ああ。詳しいね、マリー・アントワネットさん。スタンプを探さないといけないのがロスなんだよな。甘いもん取りてえな、そろそろ。あれないぞ、スタンプ。あれあれ駅、終わりだ。あれスタンプがない。ソメイヨシノ発祥の地なんだ。へー、あ、だからなんだ。結構、駅ごとにゆかりがあるんだね。はあ。駅構内広い？いや、狭いけど。あれスタンプがないのなんだろう。駅狭いよ。あったあった、スタンプあった。見逃してた。スタンプありました。7駅目のスタンプです。ね、ソメイヨシノ発祥の地のツツジなんだね。不思議だね。次は田畑。トイレもね、行きたいんだけど、うん、まだ大丈夫だね。次の水分補給、田畑で水分補給するわ。まだいける。田畑でね、一回、ちょっと、休みたいね。田畑で。区間が広いところ、どこなんだろうな。難所はどこなのこの、山手線一周の難所。多分ね、大塚池袋がかなりしんどかったんだよ。駅がポンポンあるとやっぱいいっすよ。もう一回ね、これくらい広いところがあったら嫌ですね、僕は。トイレ図書館がある。トイレ図書館にあるか。図書館か。どうしようかな。水分補給もしたいし。あ、でも図書館で充電できたらありがたいな。ちょっと。それか、もう、バッテリー補充しないでガーッと攻め込むっていうのもありだし。もう一気に突き抜けるっていうペースアップして。休憩なしで。今何時間 ?3 時間か。3時間で4分の1だから、12時間コースだな。品川、大崎がかなり距離ある。ありそうだな。やっぱターミナル駅の隣は、区間が広いんだね。そこ覚えておこう。だから多分ね、西日暮里から上野とかも多分あると思う。バカプレゼントありがとう。頑張ります。浜松町、田畑。品川、田松か品川、大塚区間がきついんだ。オッケー、覚えとくわ。バーガープレゼントたくさんありがとうね。150名さんいらっしゃい。今、新宿駅から山手線一周配信やってます。もしよかったら楽しんでってください。新宿から今、田畑に来てます。田畑じゃないか。駒込が終わったところっすね。7駅終わりました。図書館過ぎた？マジか。図書館過ぎちゃったか。すげえ、焼き鳥串カツ80円、うまそう。あ、やべえな。やっぱ飯休憩入れるべきだったな。めちゃめちゃ腹減った。めちゃめちゃ腹減ったわ。はあ、日暮里、西日暮里は一番長く500メートル。日暮里西一番短いんだ。あ、日暮里西日暮里は近いんだ。なるほど。ありがとう。福岡県さんありがとう、情報。で、田町から 2.2 キロ。2.2 キロかよ。いや、俺ね、所持金ね、1000円しか持ってきてなくて、さっき宅発に100円使っちゃって、王さんに100円使って、で、エナジードリンク200円使ったから、あと700円しかないから、ドリンクだけでいかないと。ね、のんたんにご飯作っておいてもらう、帰ったら。うまいぞ、今日の飯は絶対。今日のご飯は絶対美味しい。久しぶりだね。いや、面白そうっつうか、定番企画だよ。リンゴスターいらっしゃい。うい。きついね。2.2 キロ、そんなあるんだ。一番の難所だね。え、ちなみに言うとさ、大塚と池袋の間って何キロぐらいあったの？それを基準だから、あれ結構長かった気がするんだよ。あれでどれくらいあった？あの区間で。街によって人が変わるな、やっぱり。子供が増えた、この辺。さっきお年寄り多かったけど。そうだよね、定番企画だよね。大手配信者は必ずやってると言ってもいいぐらいの、登竜門的な企画だよ。むしろ過疎配信者はあんまやってないよね。やっぱある程度人が集まってきたらやるようになる企画なんじゃん。それそうだよな。誰も見てないのにね、山手線一周とかきついもんな。ただの拷問だよね。アメちゃん舐める。ああ、アメか。確かに糖分必要だな。パインアメ舐めよ、パインアメ。膝痛え。思ってたよりきついな、これ。スニーカー履いてくればよかった。のんたんにバッテリーどこで回収してもらおうかな。のんたん今見てたら手挙げて。のんたん今見てる？いや、でもみんな一人でやってるよ。団体でやってないよ、これ。みんな一人。一人っつってもさ、リスナーさんがいるじゃん、配信者の場合は。配信者の場合はリスナーさんがいるから。喋る相手がいるのはだいぶ楽だよ。ほら、応援してくれるじゃん、リスナーさんは。頑張れよとか、負けんなとか。それがでかいよね。でもね、ツイキャスでは見たことあるけど、ふわっちで山手線一周初めてな気がする。ツイキャス配信者がよくやってない。あ、そうなんだ。コメント打ってよ、リンゴスター。古いんだから、古参なんだから。ツイキャスでやってんの見たことなくない？リア凸はね、多分ないよ。俺、過疎生主だから。リア凸一件もないもん。ない。多分ね、リア凸は起こらないと思う。他のね、大手配信者さんはリア凸バンバン来るけど、多分ないんじゃないかな。あー、やべえな、足痛え。足痛え。きついね。なんかすげえでっかいゴルフボールあんだけど。すげえでかいゴルフボールだな。いやー、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら大丈夫じゃないよね。ゴルフボールのなんか大手メーカーなのかな。すごいね。あ、やっぱ 1.8 キロぐらいあるか。え、マジで大塚よりも遠いの？またあれをやるのか。厳しいな。膝が痛い。怖くてリア突できない。竹串でね、脊髄をブスーってやられるからね。のんた見てねえな。みんな応援してる。ありがとう、ふわけんさん。ありがとう。トイレ休憩とドリンク休憩。ワドンに似てる俳優見つけた。ああ、それよく言われる。ヤシバさんね。ベンチ座っていい？いや、駅まで頑張るか。ベンチがある。わあ、かわいい鳥居だ。なにこれ。え、なんでこんなところに鳥居があんの？かわいい。のんたんに連絡。いや、いいよいいよいいよ。大丈夫大丈夫。なにここ。いやー、気持ちいいな。東京って気持ちいいな。家とビルがすごい丘になって、上から見るといいね。気持ちがいいね。かわいいね。タバコも喫煙所じゃないと吸えない。そうだね。うん、東京の風景ですよ。東京も下町かな、この辺は。はあ、新宿からこっちの方まで来たもんな。なかなかだよね。折り返しの秋葉原まで頑張りたいね。うん、頑張ります。松屋のまずいハンバーグ定食食べちゃった。あー、ハンバーグ定食でも好きな人好きだけどね。結構定番じゃん。あれ？道がなくなる？どうすりゃいいんだろう。負けるなよ。俺は最後まで画面越し応援するから。レアルありがとう。うん、レアルありがとう。やりきらないとダメだよね。何事も。松屋は牛丼が最近美味しいイメージがあるね。うん。うん、そうそう、俺歩くの好きなんだよ。なんかこう、愛着が湧くっていうか、あのね、やっぱりね、通り過ぎたら見えないものってあるんだよね。街の匂いとか、その景色とか、住んでる人の香りがあって、そういうものをね、体験していきたいんだよね。百聞は一見にしかずっていうのは本当だよ、あれは。あ、あのね、昼間に歩こうと思った。やっぱり冬だから、寒いから、体壊すからさ、年末体壊しちゃってさ、それで。あったかい時間にしようと思って。天候とか、だいぶ考えたね。上野、御徒町、秋葉原が人が多くて距離歩きにくそう。いや、あのね、駅外れたらそうでもないっすよ、やっぱり。街の風景に溶け込んでる幸せな家庭の中に和道さんは入れませんよ。うるせえわ。うん、ほっとけ。そうだね、グルメ配信もやりたかったけど、今回は歩く、ウォーキングがメインだから、旅配信の時は、地元の美味しいものとか食べていくけど。お、うどん食って食って。秋葉の街並みか。秋葉はだから、あと2時間以内に着くだろうね。下手したら1時間で着くだろうね。これ道こっちで合ってんのかな？向こう側歩いた方がいいのかな？あそこ曲がるだろう。こっち側歩くか。ちょっと道変更するわ。道変更します。今どこだ？今は駒込と田端の間、今駒込と田端の間です。あれ、こっち合ってんのかな。ああ、道途切れてるもんな。ふわっちで稼いで生活、そうっすね。バイトもやってましたし、生活保護も受けてるから、なんとも言えないけど、ふわっちでもう今年から一本になりますね。でもそんなに稼げてないっすよ。もうなんか、高卒の初任給ぐらいしか稼げてないっす。はい、ワト2、リンリンいらっしゃい。あれ？こっちで合ってんのかな？住宅街か。日暮里、そうっすね。もうすぐですね。頑張ります。バーガープレゼントありがとう。あれ？こっちへ行き止まりかな？行き止まりかもしんねえわ。あ、靴ずれしてきた。あれ？あ、違うわ、これ。工業用の道だわ。間違えたかもしんない。合ってるかな？バーガープレゼントありがとう。これ夜中かな、ゴールは。ゴール夜中っぽいよな。ああ、住宅街だ。こっちじゃねえや。突していいっすよ、全然。全然。まだ、リア凸 OK なんだけど、全然来てないっすね。0件です。ずっと歩くの？だって電車乗ったら一周1時間で終わっちゃうもん。電車乗っていいなら電車乗るよ。バーガー1個いくらなんだっけ？リスナーさんに聞いてみて。うん。いくらだっけ、関さん。バーガー1個。花火は1個1000円です。花火今4発上がってるけど、3発か。で、パフェは360円じゃなかったっけな。バーガーいくらだっけ？風船は1個1円。あー、歩くペース落ちてるな。歩くペースが落ちてる。どれくらいかかるのか検証も含めてやってるんだけど、思ってるよりもかかりそうだね。7時間ぐらいで終わると思ってたけど、終わらなそう。こんにちは。前坂さんいらっしゃい。フルマラソン以上あるって、55キロはあるって、なんか俺がやり方間違えてるらしくて、外周っていうのやってるらしいの。なんか内回り外回りがあって、俺外周でやってるらしいね。なんかすごい遠回りのルートでやってるらしい。しかもスタンプラリーやってるから、スタンプ各駅ごとでやってんのよ。55キロあるって。で、駅の中の構内とか歩き回ってるから、相当だと思う。はい、いってらっしゃい。スタンプ見つけるのが大変なんだよ。ドM でもさ、まあまあリスナーさんが面白かったらそれでいいじゃん。うん、いろんな景色。自転車避けてあげれば。自転車避けてあげるってどういうこと？はあ、歩き始めてね、9時15分に新宿をスタートしました。だから3時間半歩いてます、今。3時間半で7駅。で、29駅あるらしい。いや、全然道の端っこ歩いてる。配信だと分かんないかもしれないけど、全然道端っこ歩いてるわ。そういうマナーを守るから、俺。マナーを守らないの嫌いだから。駅どこだ？田端の駅。しんどいよ。田端の駅どこだろう？朝6時から始めてたらね、よかったかもね。ちょっと時間帯失敗したかも。7時間ぐらいで終わると思ってた。筋肉痛っていうかね、関節が痛いね、やっぱ。膝とね、今度、ももの付け根、股関節が痛くなってきた。あと、足が靴ずれね。ちょっと休憩入れたいっすね。どっかで。てか、駅見失ってるな。駅見失っちゃってるな。これが線路か。あれどっちだ？田端。田端駅どこだ？あ、下のロータリーっぽいな。あ、あれ田端駅見失ったわ。あ、どこだここ。これが線路だから。どこだ？これ道路じゃん。あれ線路見失った。あれ？あったあった、駅あった。あった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 。これ下に行かないと。いや、Google マップ使わないでね、やってる。プラプラでやってるね。なんか、チートでやっても面白くねえなと思って。俺攻略本使わない派だから。ゲーム、昔からね、ロールプレイングゲームね、攻略本嫌いなんだよ。なんか、金かけてゲーム買って楽しむためにやってんのに、なぜ攻略本買ってさらに金をかけるんだみたいな。そう。チートやるやつのね、気が知れないんだよね。だからたまになんか、自慢されたりするんだけど、攻略本持ってるとか、あとプログラマーがよくさ、パズドラとかさ、なんかチートやるじゃん。プログラム書き換えて。でも、そんなことやって自動でゲームやらせて何が楽しいんだっていう発想になっちゃうんだよ。ゲームの中身のコンテンツを楽しむためにゲーム買ってんのに、自動化させて何が面白いんだっていう。ああ、階段きついな。よいしょ。マックで飯食ってこうかな、どうしよう。マック行く？でもマック行くってことは配信止めないとダメだよ。配信止めんの嫌じゃね？国境なき石なんだ。マック充電できるね。休憩入れようかな、どうしようかな。とりあえずスタンプだね。とりあえずスタンプをゲットしたから。あ、ドラゴンボールスタンプラリーやりてえな、やっぱ。面白そうじゃない？ドラゴンボールスタンプラリー。田畑はブルー将軍だって。いいな。配信止めないでは店に迷惑かかるからあんまり嫌かな。スタンプどこだ？スタンプがないな。スタンプあった。スタンプあったあった。スタンプありました。ああ、スタンプ発見です。田畑駅ゲットしました。田畑は駅舎と新幹線って書いてあるね。田畑って新幹線あったっけ？次が田畑が終わったから西日暮里だ。西日暮里です。西日暮里行きます。田畑ゲット。どっから来たっけな。こうから来たから、うん、トイレ休憩行ってないですね。一服してえな。とりあえず一服する。イブいらっしゃい。ワダツーあれ、タバコ吸えるところないの？あったあった。ちょっと休憩しましょう。田畑って新幹線通ってる？なんか新幹線の模型とかがいっぱいあるんだけど、なんだろうこれ。よし、休憩しまーす。お疲れっす。はあ、休憩入れます。外配信ですね。企画やってます。おつおつ。はあ、ハートプレゼントありがとう。山手線はどこ通ってんだ？お疲れっす。だいぶスカイツリーもだいぶ近くなってきたな。大きくなってきたね。はい、池田もんざらいらっしゃい。そうなんだ。すごいね。こんにちは。アメスピだよ、俺。リスナーさんとの約束で、タバコやめろって言われてたんだけど、吸うんだったらアメスピにしなさいって、説得されて、珍しくね、頑固なんだけどね、意見変えない方なんだけど、地球環境に悪いからっていうことでさ、JT のタバコは今ね田畑かな、今ここまで行った。新宿からスタートで新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨で駒込、田畑、次西日暮里ですね。次西日暮里、そうそう、駅スタンプを押そうかって言って、せっかくだから。証拠になるじゃん。うん。やった証拠になるじゃん。途中から来た人でもさ、あ、本当にやったんだってなるじゃん。スタンプ押してますよ。スタンプいいよね。うん。次はどうやって行けばいいんだろう、次の駅。ルートがわかんねえな。ルートがわかんなくて困ってる、ちょっと。いよいよ Google 先生の出番かな。駅のスタンプ見たい？いいよ。ちょっと待って。今ゲットしたのがね、8個ですね。8駅制覇。これが2つで、田畑と、駒込。で、次が、これ。見えるかな？デザインがね、駅によって違うけど、山手線は緑のインクで統一してるから、いいよね。路線によって違うらしいね。味があるよね。ポケモン GO みたい。リアルポケモン GO だよね。スタンプ集めていくっていう。田端西一歩で800mか。田端大橋。これが田端大橋だな。渡って右方向。田端大橋だよな、これ。これを渡って右方向か。大回りだな。オッケー、ありがとう。なんだかんだついたね。とりあえず、ハーフポイントの秋葉原に行けるかどうかでしょ。折り返し地点の秋葉に行ったら、行きますか、そろそろ。行きます？タバコ捨ててくるわ。携帯灰皿の中身捨ててくるわ。ちょっと待って。行きますか。休憩もそこそこに。よっしゃ。じゃあ、スタートします。行きます。よし。気合入れていきましょう。まだね、3分の1ぐらいでしょ。気合入れていきましょう。かかと痛えな。ゴーゴー。田端大橋を右手ね。田端大橋、右手に曲がります。あー、足だいぶ楽になったな。ダメージが抜けた。うん、歩いての移動で山手線一周してます。こっちか。これか。東京は入り組んでるからわかんないよね。これだ。あー、下行けばいいのかな？上行けばいいのかな？下と上があるな。頑張ります。どっちだろう？あー、どっちも一緒か。どっちも一緒だわ。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。頑張ります。革靴だよ。俺革靴しか持ってないもん。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。ふわっちで頑張ってます。和道です。お？大丈夫か？いや、もうとっくに痛いね。2時間超えたあたりからずっと痛い。股関節が今痛い。ただね、もう痛さなんか吹き飛ばしていかないと。昔の江戸時代の人とか歩いてたんだから、運動不足でしょう、現代人は。死にはしないから、歩いたところで。ナイキのフリーという靴、疲れません。俺ね、スニーカーあんま好きじゃないんだよね。休憩は、いや、ちょいちょい入れてるよ、休憩。タバコ休憩とかは。10分、5分休憩だね。タバコ1本吸っていくみたいな。でもこれ、日が照ってるうちに終わらせたかったけど、これ寒くなったら地獄だぞ。太陽あるうちにやんないと。もう太陽沈みかけてるもんね。昔の人は嵐だもん、そうだよ。結構次の区間距離あるんで800メートルなんで、気合い入れていきましょう。わらじでね、ずーっと移動するんだからすごいよね。だからさ、昔の人のさ、その参拝とかさ、初詣とかってさ、3日ぐらいかけて移動するわけじゃん。すごいよね。お遍路、川崎陽平だってお遍路やってるわけだしね。わらじの方が楽なのかな、どうなんだろうね。履いたことないかな。でもほら、親指に引っ掛けるじゃん。俺よくね、侍がね、あんなわらじとかでね、人切り合ってたなってびっくりするんだよね。あれは気合入りすぎだよね。フォローありがとうございます。パオさんありがとう、風船。頑張ります。サンキュー。もうそろそろバッテリーが心配だな。もう2時間ぐらい経つよね。バッテリー 38% か。当てになんねえんだよな、これ。急にバツンって切れるからな。急に、落ちた時はバッテリー切れだと思ってください。まだバッテリーあるんで、交換したら枠開けます。で、どう行けばいいんだ。これ登っていいのかな。登っていいのかな、これ。登るか。登り坂、登ります。これ一歩間違えると危険だからな。登り坂と下り坂。ルートが全然ね、間違えちゃうからね。そう、犬を託して、で、犬に、ポーチつけて、ポーチの中にお金入れて、そう、犬を代わりに走らせてたんだよ。だから、参拝者も、犬、可愛がって、そう、お金、補充してあげたりとか、店の人はそのお金を取って、餌をあげてって。そう。すごいよね。そういう日本の文化は好きだな、俺。うわぁ、なんかさ、こういう、なんか道端のさ、伝わるかな？この緑。キラキラした。なんかこういう、なんでもない雑草なんだけど、伝わるキラキラしてんのわかる？これパソコン越しだと伝わんないのかな？今ね、太陽に照ってね、草がね、すごいキラキラしてんだけど、伝わる？伝わんねえだろうな。すごいキラキラしてんだよ、この辺が。伝わるのかな？伝わってると嬉しいけど。地球って綺麗ですね。あったかい。だんだん、そうだね、気温高くなってきたね。日が落ちてからの気温が、ちょい上り下りで、いきなり交差点に出る。上り下りか、きついな。線路が真横だもん。これが線路。線路と並行して歩く感じだね。横が線路。これ多分山手線なんだよ。緑の電車が走ったら山手だから。でもまあそう考えると人間55キロぐらい歩けるってことだもんね。1日かけたら。55キロっていうことは隣の県ぐらい行けんじゃねえのかな。最短で通ったら。どうなんだろう。お、鉄道の写真の人がいるのかな。鉄道の人だ、多分。あー、ここいいね。写真のスポットだ。少し食べた方がいいかな。さ、水分補給にお金回したいんだよな。ほら、旅配信さ、移動の交通費とかに金かけるから、多分食費1000円ぐらいに切り詰めないとダメなんだよ。こんだけ歩いても。だから旅配信の練習も込めて、1日1000円じゃないと多分厳しいと思うんだよね。交通費、宿泊費考えたら。宿代。いや、野宿だろうな、ほとんど。ほとんど野宿だよ。宿代なんかに金使えないよ。おにぎり1個ならいけるだろうね。あ、あれ？あ、来た来た、着いた。西日暮里着いたよ。あ、いきなり来たわ。あ、よかった。着いた。いい感じです。西日暮里到着。あ、よかった。そんな遠くなかったね。意外と近かった。ああ、よかった。感動があるね。駅が見えるたびに感動があるね。ああ、よかった。今の道近かったんでありがとうね。いや、リスナーさんがね、ショートカットいっぱい教えてくれてるから、すげえ助かるわ。スタンプゲットです。よかった。ね。すげえ近かったね。で、西日暮里から日暮里が最短ルートなんだよね。500メーターとかで着くんだよね、確か。だから、ここは楽なルートなんだよ。うん。もっこす二郎さんいらっしゃい。閲覧数でなんで笑ってんの？少ない？今日多い方だよ、閲覧。あ、一番短いルートなんだ、日暮里は。いいね。スタンプゲットしちゃいましょう。日暮里の次どこだっけ？日暮里の次が秋葉だっけ。いや、よかった。ハートプレゼントありがとう。うぐいす谷か。うぐいす谷も行ったことないな。っていうか、よく歩いたな。日暮里まで来たか。日暮里まで歩いてきたのか。俺すげえな。しかもさ、まっすぐじゃなくてさ、ぐるーっと回ってきたんだもんね。なかなかやるよね。スタンプ。スタンプどこだろう。スタンプを探せ。あったあった。結構頭きてる。前からだよ。スタンプを押します。よかったー。あー、まだまだだな。秋葉原までまだまだだな。日暮里、うぐいす谷、上野、御徒町、秋葉原か。いや、まだまだだな。まだ半分いかねえのか。先は長いな。先は長えな。行きます。いや、感動するよ。駅が見えるために感動するんだよね。で、スタンプ1個押すとね、安心するっていうか。よし。西日暮里駅ゲットです。西日暮里ゲットしました。次行こう。次日暮里です。次日暮里だよ。西日暮里、日暮里行きます。次はもう目と鼻の先だからね。一番最短ルートだから。東京駅の場所調べないと危ないですか。あ、そうだ。東京駅のスタンプ大丈夫かな。わ、忘れてたわ。東京、そうだよ。池袋の時も相当迷ったもんね。スタンプもっと置けや。東京駅はなんかしんどそうだよね。うわー、魚介、うわ、こってりしたラーメン食いてー。家系ラーメンとか超食いてー。ギトギトのしょっぱいやつ食いてーわ。やべ、超いいな。うまそうなものいっぱいある、この辺。いい匂い。腹減ったよ。腹減った。飯食いてー。二郎系はいいや。二郎なんか食ったら歩けねえよ。その先の踏切を渡る。了解です。踏切か。踏切あったあった。踏切か。これだ。ああ、天下一品か。天下一品もね、新宿ラーメンのメッカだから、新宿に帰ったらラーメン食おうかな、今日は。硬麺。てか画質良くね？なんか今日画質めっちゃ良くない？なんか映画みたいな画質じゃない？何この画質。今日画質めっちゃいいな。ゴールは新宿です。天下一品か。俺、孔麺が好きなんだよね。孔麺のチャーシュー丼がすげえうまいんだよ。孔麺大好き。素材？ああ、膝痛え。膝が痛え。てか、秋葉までまだ着かねえのか。もう秋葉近いと思ったら、まだ折り返しじゃねえかんな。早く秋葉に行って一段落して。新宿からだと秋葉が反対だよね。今月何ポイント貯まったの書いてあるよ。今月目標まで11万ポイントだから、今月の目標20万ポイントなんだよ。いや、それ痩せるっしょ。モンスターエナジーしか飲んでないんだから。朝飯食わないで。踏切渡ってます、今。足が痛いね。関節がめちゃめちゃ痛い、今。多分ね、血がね、降りてるんだと思うよ。むくみが取れたんでしょ、顔の。そりゃそうだよね。確かね、山手線一周ってね、3000キロカロリー消費すんだよね。歩きだけで。だから、水分補給とかね、こまめにやんないとね、倒れるんだよ。普通の人がやると。5キロは痩せてねえわ。そんな痩せてねえわ。うん、あれでしょ？新宿に着く頃にはダルシムみたいになってるでしょ。なんか、電波少年の有吉みたいになってるでしょ。真っ黒に浅黒くなってて、なんか死んだ目をしてるんでしょ。目だけキラキラしてて、顔とかガリガリにこけてるみたいな。爆風スランプ歌いに来ねえかな。まあいい運動だね。うん。17キロ太ったから。そうそうそう、いい運動よ。まあね、3連休の初日だから、ナスビ。ナスビはあんなの全然辛くねえだろ。引きこもりだろ、多分。ナスビの辛さはあれまた別のゲームだよね。あ、着いた？着いた？近いね、やっぱ。いい感じだわ。ああ、夜の7時頃なら、夜の7時着くかな、新宿。あれ？ちょっと待って。でも、今何時間経ってる？ 9 時に出発したら4時間でしょ？え、夜の7時、え？結構いけんじゃないの？ 4 時間で日暮里まで来てるってことは結構いけない？どう思う？そんなに悪いペースじゃねえな。よくよく考えると。なんか、最初の5駅ぐらいが相当時間かかってたけど、なんか、いけそうな予感するな。うん。夜のね、7時に着くかどうかわかんないけど、頃合い見てもらいたいかな。多分ほら、足のペースとかさ、距離感とかが違うから、各駅によってなんか、駅の幅とかが全然違うんだよ。なんか行けそうな気はしてきたな。同じペースならね、ただね、歩くスピードは確実に落ちてるね。なんだ、フリーマーケットやってる。うわー、行きてえな。フリーマーケットやってるよ。いいな。フリマやってる。フリマやってる。JR 駅。JR 行こう。てか、なんだかんだ歩いて来れるもんなんだな。懐かしいな。京成成田はさ、ほら、日暮里通ってるから、上野とか。京成線使うとね、やっぱ日暮里は、なんか成田からすると、身近な駅ですよ。フリマ大好きだよ、俺。フリマ大好き。あ、オッケーオッケー、ラオさん。オッケーです。新宿とはまた違うよね。新宿が特殊なんだって。食いて腹減ったけど、おにぎりかパン1個食おうかな。おにぎりとパンどっちがいいと思う？おにぎりとパンどっちがいいかな。あ、ドラゴンボールスタンプラリーだ。ちょっと待って、あったあったあった。一冊もらってく？ドラゴンボールスタンプラリーあったんだけど、これ一個もらってく？これもらってかない？一人一冊お願いしますって。全65駅。これもらっとこうよ。これもらっとこう。おにぎりの方が腹にたまる。これだ、さっきやりたいっつってたやつ。ドラゴンボールスタンプラリー。おにぎりか。面白い。これドラゴンボール肉まんとかあるんだ。これやろうかな、まず。うわ、かっこいい。なんかかっこいいんだけど、ドラゴンレーダーになってる。これいいね。まあ膨大にあるんだけど、すごい膨大にあるんだけど、マップがとんでもなく膨大。すごいな。これいいな。特設ボールカウンターは秋葉原だって。これやる？これやる？これトライしない？これトライしようかな。全駅制覇やってみたいよね。これいいな。これちょっとトライしようか。ドラゴンボール企画。10月1日から2月の27だって。ねえ、企画いいよね、これ。暇な時にドラゴンボールスタンプ増やそうぜって。で、その駅の1駅ごとで外配信やって、ねえ、街並みを紹介して次行くみたいな。いや、今からじゃないよ。自覚の機会ね、長期の企画でこれドラゴンボールスタンプコレクションやろうよ。あれ？ちょっと待って、駅のスタンプないんだけど。駅のスタンプがないな。どうしよう。駅スタンプどこだ？駅スタンプないとか俺無事切れるよ、マジで。今回の企画成立しないんだけど、駅スタンプがないと。駅スタンプどこだ？あれ、駅スタンプどこだ？あれ、ないぞ。日暮里駅ないの？聞いてみ、どこだろう？駅スタンプ反対側かな。反対側か？聞いてみっか、駅員さんに。あった！あったあった。駅スタンプ探してたんですよ。あ、ここですか？ありがとうございます。駅スタンプね、駅の構内に、構内っていうか、駅員さんのところにあった。それこちらが上です。これを上です。はい。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらに来ていただいて。はい。2種類あるんですか？2種類。駅スタンプと駅独自のスタンプがあるんですね。あ、よ。2つあるんですか？じゃあ駅スタンプで。はい、お願いします。これさっき奥さんが使ってた手帳みたいなのあるじゃないですか、スタンプ帳みたいな、はい、あれどこで販売してるんですか？スタンプ帳はうちどもでは発売してないですね。あればキヨスクですけど、キヨスク見たことないですね、この日暮里では。わかりました、はい、ごめんなさい。はい、はい、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲット。日暮里駅です。日暮里駅ゲットしました。日暮里駅ゲット。次は日暮里の次はなんだ？なんだっけ、日暮里の次は。日暮里はね、四福神だね、なぜか。あ、違う、六福神って書いてある。道的にはどっちだ？どっち側行けばいいんだろう。うぐいす谷か。うぐいす谷って何がある町だろう。うぐいす谷の町のイメージがないな。うぐいす谷って何がある町？ラブホ街。あ、うぐいす谷デッドボールか。そうだ、うぐいす谷って言ったらデッドボールがある町だ。そうだそうだ、ラブホしかないんだ。そうだよ、デッドボールだよ、うぐいす谷って言ったら。よし、じゃあ行きます。うぐいす谷に向かいます。はい、うい行くぞ。学生はノリがいいよね。やからっつうか学生じゃないの。デッドボール向かおう、デッドボール。いや、大事だよ、こういうノリは。あー、チョコラテ飲みてえな。チョコラテ飲みてえ。こっち側で合ってんのかな、方角的に。うぐいす谷こっちで合ってっかな。頑張れよ、枝豆さんバーガーありがとう。よいしょ。あ、でも、そろそろ充電が、ちょっと待ってね。そろそろ充電落ちるな。うぐいす谷でチェンジか。こっち側だから合ってるな。足痛え。足が痛え。日暮里ですね、今。うぐいす谷に向かいます。そうだね。ちょっと栄養取らないとやばいね。あ、トイレに行きたいかな。トイレに行きたい。足行って。あー、ラーメン食いてえな。誘惑がすごい。ラーメンめっちゃ食いてえ。今日ラーメン食いたい。よだれが止まんねえんだけど。もしかしたらブツって落ちたら、充電バッテリーチェンジなんで、その間にね、トイレ行ってくる。つけ麺いいよね。ギブアップなしねとか言って、いや、ギブアップしたいっすよ、もう。正直。何時間歩いてる？ 4 時間か。4時間歩くのはきついっすよ。まだ半分も行ってないかんね。9時間ぐらいかかんのかな。舐めてたわ、山手線。俺もっと楽だと思ってた。でもそろそろ栄養補給しないとね、やばい。おにぎり2つと、何がいいかな、ポカリかな、やっぱ。おにぎり2つとポカリか。今4時間経ってますね。9時15分スタートだったはず。新宿駅を出たのが9時15分。これさ、新宿に着いた時に謎の感動起こるでしょ。俺もうさ、なんか駅を見るたびになんかすごい感動をするの。で、回を増すごとにどんどんなんかね、じわっとくるの。これね、新宿駅で俺ね、なんかね、感無量になるかもしんねえわ。なんか楽しいわ。そうだよね。これはもう鉄板企画ですもんね。登竜門みたいなもんだもんね。いや、泣かないだろ、さすがに。泣きはしねえよ。泣いたらやらせだと思っていいよ。はいはい、はいはい、台本っていい。泣きはしない。泣きはしないけど、ちょっと、うわーってなるかもしんない。さすがに女の子だったら泣くと思う、多分。女の子はきつい。いや、絶対泣かない。それはない。それはないけど、ちょっとね、込み上げてくるもんは泣かないよ。泣かないでしょ。感想だね、とりあえず。泣いたら何します？ちょっと待って、何？感動したら罰ゲームなの？このさ、配信のノリっておかしいよね。なんで俺が感動したら罰ゲームなの？何でもかんでも罰ゲームさせればいいってもんじゃないかんね。泣くかな？いや、泣かないと思うよ、さすがに。足痛いもん。線路が向こうだから合ってるな。バーガープレゼントありがとう。うん、今日は人多いな。うん、でも今日中に終わらせたいね、絶対に。絶対に今日中に終わらせたい。日はまたぎたくないかな。なるべく今日中に終わるように頑張ります。続けてスタンプラリーって10日からだって、スタンプラリーは10日からなのよ。完走する前に負けないで流す。あ、いいね。ちょうどね、ザード10周年だからね。ふとした瞬間に視線がぶつかる。何が起きたっておどけてみせるの。バスってるからの。女性でツバニャンくらいしか一周してるの見たことないけど、他にもいるんかな。春さんがこの前やったらしいよ。春さんがこの前やったらしい。ただね、外周と内回りと外回りがあって、俺外周の方やってるから、ハードモードだね。全然違う。20キロくらい差がある。で、スタンプ込みでやってるから、ハードモードの方でやってます、僕。泣いたらカラオケ耐久100曲、だからなんでさ、ただでさえきついことやってんのに罰を受けなきゃいけないの。おかしいでしょ。罰に罰を重ねんのやめようぜ。膝じゃない、今度足首。もう常にね、膝はね、痛点がバグってるね。うん。風船プレゼントありがとう。疲れたら和道の鉄板スクワット。スクワットやってるよ。花火もらったらスクワットっていうのは続けてるよ。今日何回くらいやった？花火がこの枠で2発、3発か。さっきの枠で4発あるから7発か。今日花火。今日は花火7発かな。現状。よいしょ。うおー！ちょっと待って、びっくりすんだけど。ちょっと待って、感動すんだけど。さっきあんなに遠くにあったスカイツリー、こんなでかいんだけど。ちょっと待って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 。遥か彼方にあったスカイツリーがさ、この距離になったんだけど。ちょっと待って、感動しない？さっきさ、超とんでもなく遠かったじゃん。外周で17時間か。遥さんも外周やったんだ。女の人なのに相当だね。近いよね。すげえな。あの霧がかってたさ、スカイツリーがもう輪郭見えてるもんね。すげえな。股関節痛めてたので、ストレッチして足怪我しないようにお気をつけて。そうだね、ストレッチ入れた方がいいね、これ。びっくりしたわ。あんなに遠くにあったスカイツリーが、もうこんなに近いんだ。そりゃそうだよな。相当歩いてるもんな。いやー、すげえわ。あの時、どの辺だっけ？大塚あたりから見たんだっけ？スカイツリー。今、日暮里で、次、うぐいす谷かな？次、うぐいす先。おい、スウィンドルいらっしゃい。今日も玉金かい？そう考えるとさ、女の人で17時間歩いた外周だから、4時間で、ここまで来てるから、相当早いっちゃ早いんだよ。うん。相当早いペースだと思う。和道さんの寄り目ぐらい近い。うるせえわ。ほっとけ。よーし、頑張れ。頑張れ。もう少し。もう少し、もう少し。頑張ろう。あー、うまそう。エビトマトソースのスパゲッティ。比較的楽コースだ。ありがとう。よし。っていうか、ここ合ってんのかな？今ね、おたけ橋通りだ。おひさ橋通り？おたけ橋通り。合ってんのかな？あれ、あれ山手じゃない？あれ合ってんのかな？あれルートがわかんなくなったな。合ってっかな？これ間違えた時のショックないよな。合っててくれよ。今、58号線？今、何だろう、これは。なんだかわかんない公共施設があるな。これなんだろう。右？こっちか。世界に一つだけの花は、牧原が作った曲だからいい曲なんだよ。もう恋なんてしないなんてとかさ、あと、なんだっけ、どんな時もとか作った牧原の歌なんだよ。あれ合ってっかな、こっちで。うぐいす谷どこだ？今の書道博物館だ。現在地。駅どこだ？あれ？駅がわかんねえな。あ、バッテリーチェンジかな。ごめん、バッテリーチェンジの時間が来た。ごめんね。どっち行けばいいかだけ教えて。これまっすぐこっち？これこっち行けばいいの？これこっちかな？それともこっち右？こっち側、右かまっすぐか、どっちだろう。上の公園美術館がある方、現在地、あ、違うな、まっすぐだ。あ、わかったわかった、交番がある。うん、まっすぐ、交番どっちだ、右、右、和道の好きな方、迷子になるわ。こっちか。ちょっと多分バツッと落ちると思います。うぐいすさんには駅から再開します。充電切れたら。トイレ探して、トイレ入ります。ちょっともうおしっこが限界。だからバツって切れたら、10分後くらい再開だと思って。そしたら10分後再開でまたよろしくお願いします。オリジンの方、オリジン弁当なんかねえぞ。どこだろう。あった、池あった。よし。多分ね、バツッと、あー、うぐいす谷ってなんもねえな。うん、ほんとだわ。なんもねえわ。へえ。オリジン弁当、弁当食いてえな。腹減った。こんな感じなんだ、うぐいす谷って。スタンプ。すいません。駅スタンプってどの辺にありますか？南口です。南口どうやって行けばいいですか？ぐーっとこう。今ここなんですけど、はい。そう、道路を右に曲がると、はい。突き上がりこの右。で、ここ陸橋を見ますから、そう登っていくと南に。はい。ローソンを右で。はい。ぐるーっと。ありがとうございます。下町っぽいな、ノリが。持たないね。ぐるっと回んないといけないんだ。ほんとだ、ホテルしかねえわ。ラブホばっかり。ラブホすげえな。ほんとラブホだらけだな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。